はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、皆さん次世代型呼吸として組んできたんでやっていきましょう。マジェスペクターというねモンスター、皆さんご存知でしょうか。このカテゴリーのテーマのカードなんですけれども、あのね、2番の方が呼んでくれる、2番目の方が丸2番の方か。このカードはモンスターゾーンに存在する限り相手の効果の対象にならず、相手の効果では破壊されないということなわけですよ。めちゃくちゃ強いんですよ、このテキスト。リンクスでは。これなんでかっていうとですね、あの皆さん、この最強モンスターは覚えてますか？これ。このモンスター。これ、禁止カードなんですよ、今。リンクスだと。なんでかわかりますか？これ、1番の効果が強すぎるからです。このカードは相手の効果が立ち上がらず、相手の効果では破壊されない。1番が強すぎるから、これ禁止になってるんですよ。あれ？テキスト同じじゃねっていう2番の効果、これ呼吸とすっしょ。つまりだから、あとはマジェスペクターラクーンの打点を上げればいいんですよ。打点を上げればいいということで組んできたデッキがこちら。どうもクソレッキ製造マシンです。マジェスペクターラクーンの打点を上げるのに今どんな、カードを使えばいいかなと思ったんですけども、やっぱりね、あのね、ガーディアンの力とか、あのああいう装備カード系はちょっと除去されるから弱くて、サイクロンで。だからイージーチューニングしましょう。これ墓地のチューナーモンスター除外するとなんか打点がアップするっていうね、あの永続的にそういうカードなんですよ。これでまあ、一番なんか打点が高いチューナー調べたら極楽鳥だったんで、極楽鳥か、まあ、または地獄からの使い、まあ、これは地獄からの使いである必要ねえな。これ極楽鳥様でいいわ。これです。はい、これでこの3枚のカードどれか落として、でイージーチューニングで除外して2700打点アップすれば、なんと3900の、効果では破壊されないし、効果の対象にならないモンスターが爆誕するんで、まあ、あとはおまけなんですけども、一応ヘルモスの爪とかでね、あのタイムマジックハンマーとかね、ロケットヘルモスキャノンみたいなやつをつけてぶん殴り続ければ勝てます。はい、勝てますクソデッキだな。やっていきましょう。デュエルスタンバイ。さあ、お相手の方、ハーピーのカリバーよろしくお願いします。デュエル3倍。ハンド弱っハンド弱っやべ、どうしよう。マジェスペクター来たところでかなんだ俺。カリバー、まあでもまあ言うてもタイムマジックハンマーが割られなければなんとかなる。はいはいはい、オッケーオッケー、羽休めオッケー、羽休め、シンクロ&ハーピーの羽休めまで OK。 お願い、まあこれがね、できなくなりますから、これからは。まあ多分ハーピーのカリバは自体はいなくなるでしょう。まあちょっとクイーンとか、ハーピークイーンっていうカリバ持ってこれるっていうねやつが多分デッキの中入る可能性ありますけど、今後は多分ハーピーのカリバ自体はスキル的に先行が弱すぎる説がありまして、まあ多分あんま使われなくなるんじゃないかなとは思いますけどね。だいぶ弱くなるんで、高校は未だに強いけど先行が弱すぎるっていう問題があるんで、取引、あ、ワンチャンあるな、取引強い、取引で取引、あ、さ、強い、急に強い、急に強いあ、急に強いで、マジスペクターラクーン召喚、マジスペクターラクーン召喚成功時効果発動、マジスペクターモンスター入ったよ、手札に加えることができる。はい、これ勝ったかもしんねえそしてヘルモスの爪の効果を発動、ヘルモスの爪の効果によって俺は手札の戦一足モンスターを墓地の振り、戦一足とヘルモスの爪で融合召喚を行う。あらわろロケットヘルモスキャノン、そしてロケットヘルモスキャノンの効果を発動、マジスペクターラクーンの対象に取り、このモンスターに装備させてもらう。そしてバトルフェイス行けマジスペクターラクーンでお前のハーピーレディスクラッチクラッシュを攻撃。さあどうする、ハーピーちゃんよ、このモンスターの2番目のテキスト読んでみな。隙の書、何なんだ、またお前テキスト読んでねえな。さてはテキストを読め、マジスペクターラクーンの2番目のテキストを読め。このカードはモンスターゾーンに存在する限り相手の効果の対象にならず、相手の効果では破壊されない。そう、つまりハーピーレディでこのモンスターを突破することはできない。ちなみに今打点が1200しかねえ。今からお前にな、絶望を味わしてやる。これがファンサービスだ、これがファンサ、本当のファンサ。ダメしていいっすか、ダメして
Is it Turing? Is it Turing? 3900対象にならず、効果では破壊されず、貫通2連打強すぎ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 、マジスペクター強すぎ。出たなサメ野郎、今からてめえに絶望を味わわしてやからな。ハンド強えな、ちょっとハンド強えな。マジスペクターラクーンを召喚、マジスペクターラクーンのモンスター効果発動、マジスペクターモンスター対応手札に加えることができる。そして手札よりマジックカード光の援軍を発動、光の援軍の効果によりデッキトップを3枚持ち送り、あ、中断落ちた、よし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 、ボルカニックウォールも発動しよう、ボルカニックウォール発動、ボルカニックウォールの効果によりデッキトップ3枚を墓地に送ることができる。ファラッ、あー弱え、とりあえずスキル発動、悪夢の章、これねチージチューニング、あ、いいねいいね、ええやん、イージーチューニング発動はええやん。でまあ、1枚セット、もう1枚セット取得必要あるのか、あ、あるね、はいはい、あるね。もう1枚セット、チューナーモンスターがめっちゃ落ちてるんで結構強いです、はい。今、合計で、2600と、1700打点アップするんでやべえと思います。サイクロンいいよ、いいだろう、イージーチューニングの効果を発動、イージーチューニングの効果により俺は墓地の地獄からの使いというダリアナモンスターを除かし、このモンスターの攻撃力を2600アップする。つまりこのモンスターの攻撃力をこれで3800対象に取れず効果では破壊されない。これが最強デッキ、マジスペクターデッキだ、これがマジスペクターデッキ。なんかどうやら噂によると、マジスペクターっていうデッキ群には禁止カードがあるらしいですからね。マジスペクターユニコーンとかいうのがあまりにもやべえ、禁止カードがあるらしいですけど、マジスペクターユニコーンとなんかマジスペクター、ラクーンを、まあ、3枚ずつデッキに入れとくとなんかお手軽出張パーツとしてめちゃくちゃ強かったって、そういう、ね、話があるらしいですよ、はい、OCG の話ね、はい、いや重装兵ね、重装兵とアングラーもうどうでもいいわ、そんなモンスターはお前対象に取ることしかしねえだろ。あ、一応あれあるか、スパイダーシャーク、スパイダーシャークはちょっと打点1000ダウンさせるっていう効果持ってるよ。ああ、いいだろ、あーでも1000ダウンしてもお前勝てないぞ、1000ダウンしても俺の3800には勝てねえ。ちなみに3800かと思ったら実は3800よりもまた1700上がるっていうね。今ターンエンド、行きますよ行きますよ、私のターン、ドロー。あー、なるほど、一旦マジスペクターラクーン召喚で、マジスペクターラクーン召喚、マジスペクターラクーンの効果と、マジスペクターラクーンの効果によってまたマジスペクターラクーンを手に加えていく。バトルフェーズ入っていっか、バトル入ろう。でこいつぶん殴って、まあ、1000ダウンさせる効果使ってくるでしょう、おそらくね。で1000ダウンさせるが、まあ、打点は超えている。で重装兵の効果でボルカニックウォールしか割れない。強いですね、強いですね。でスパイダーシャーク効果墓地からなんか蘇生する、はいはい、置き土産ね、ラストレザレクション、レザレクションで置き土産した置き土産をとりあえず拒否していく、置き土産拒否、ダメージステップ、イージーチューニング発動、イージーチューニングの効果によりライドダースしないで除外して1700がポーン、よし、確かに効果の対象にならず効果では破壊されないモンスターが2900と3800で立っております。最強です。強すぎないか、このデッキ最強か、勝てないだろうお前、対象に釣り効果しかないだろう、まあ、スパイダーシャーク、カッターシャーク強い、なるほど、カッターシャークサイレントアングラー、あ、やばい、あ、2900ターンエンド、ターンエンド弱くね、ターンエンドって弱くない、これはさすがに弱いでしょう。だっては別に出すよね。まあ、とりあえずここでぶん殴って、はい。はい。なんかある。何らかのカードが反応している。反応しなくなった。ああ、硬化か。硬化やあれ。あれ硬化や。あのくせやの硬化です。硬化カードをセット。効かないんだよ、そんなカードは。なぜかって、俺のモンスターは硬化の対象にならないからさ。さあ、お相手の方、クロノス、また珍しいもデッキですね、珍しいデッキっていうか珍しいキャラクター使ってますね、
とりあえず暗黒からの取引を発動。暗黒からの取引の効果により、ああいいね、いいよ、アサシンライデンだよ。で、まあフォックス弱いけど、まあしょうがねえな。フーマの矢、やべえから入ってんじゃん、フーマの矢って。でマジックターフォックスでセット、まあ一応アサシンライデンで1700あるんで、3200の効果の対象にならず効果で破壊されないモンスターが爆弾できるんで結構強いです、はい、無の煉獄、なるほど、無の煉獄、なるほど、無の煉獄、これ何このデッキ、ちょ分からん分からん、何だこれ、分からん分からん、ロクラデッキじゃないことだけ分かる、ロクラデッキじゃないことだけ分かる、え何これ、えモンスターを、ああれああれ1500、あれ効果の対象にならず効果では破壊されない3200だったか、あえっ